ナーズはアメリカ合衆国のキャンディ。1983年サンマークコーポレーションからウィリー・ウォンカ・キャンディ・カンパニーブランド名義で発売され、現在はフェレロ傘下のフェラーラ・キャンディ・カンパニーにより製造されている。イメージキャラクターの描かれたパッケージには通常2種類のフレーバーが内包されるが、より多くのフレーバーを含んだ大型のパッケージ、レインボーも存在する。 登場した1980年代以降、ポップロックスやキャンディーボタン、マイクアイクなど強力なライバルたちとの競合を繰り広げつつ、今日までロングランヒットを続ける人気菓子である。食品業界の秘密を紹介するテレビ番組アンラップドで、はじめに砂糖の結晶を作り、それをさらに砂糖でコーティングしていく製法が紹介された。工場内では、 砂糖の結晶を樽のような形のコンテナに詰め、回転させながら、砂糖のコートを流し込んで固めていく。元の結晶の色は純白だが、コーティングの再尊ごとに、各フレーバーの味付けと着色がなされる。完成したナーズは、フレーバー2種のコンビネーションで包装される。なお、アメリカで最もポピュラーな組み合わせは、グレープとストロベリーである。キャンディの核は一つまたは、 複数のスクロースの結晶により構成される。これらの透明な単射小系結晶は約0.2から1ミリの大きさで不規則な形状を生み出す要因となっている。表面はカルナウバローで覆われているため光沢と硬い歯ごたえがある。ナーズを構成するのは主に砂糖で成分は上位から順にグルコース、砂糖、リンゴ酸である。残りの成分は 全体の2%以下に過ぎず、それらは、コーンシロップ、カルナウバロー、人工香料、人工着色料で、人工着色料はフレーバーにより異なる。およそスプーン1杯分 15g のカロリーは 60kcal ロロで、ごくわずかな脂質や、タンパク質を除くと、ほとんどが炭水化物である。ナーズのアレルギー表示には、小麦と卵を取り扱う工場で生産されている。 胸記載されている。原稿、または過去に発売されたナーズのフレーバーのバリエーション、および関連商品を一家に挙げる。以下すべて、フレーバーコンビネーション。ローリン・ウィルソンによると、商品名のナーズはドクター・スースの著書、僕が動物園にやったならに由来するとの説がある。一般的にこの自動書は、歴史上初めて単語、ナードが登場した、出版物として認知され、 今日日本語で言うところのオタクに近いスラング、ナードの語源になったとされている。ありがとうございます。